吉田さん、速稼塾の久保です。塾を運営するってことは先生と生徒っていう関係だと思うんですよ。そういう意味で私はね、吉田さんはお客さんって言い方しますけども、私は一貫して速稼塾に参加した方をお客さんだとは思ってないんですよ。全部弟子だと思ってるんですよね。で、私が唯一、先生というか師匠であり、その他の方はこれ弟子だと思ってるんですよ。いや、そういうもんだと思うんですよね、塾ってのは。ですんで、先生ですから何かを指導しなくてはならないじゃないですか。で、何を指導するかって言ったら、お金の問題を解決するための指導ですよね。で、私は今こうカンフーをずっとやってるわけですけども、指導者いないんですよ。それこそお金を出してでも習いたいわけなんですよね。でも私の地区にはいないんですよ。少なくとも私の情報網では見つからなかったんですね。で、私がこの人になら教わりたいなっていう人は東京にいるんですよ。ちょっと辛いですよね。あとは福岡ぐらいですかね。そうなると本当にね、自分の例えばカンフーを学びたい、身につけたいっていう思いを叶えてくださる方っていうのは、いない、非常に貴重な例になるわけですよね。で、これをビジネスにまた入れ替えてみると、お金を稼ぐスキルを身につけさせてくれる人って多分どこにでもいるわけじゃないと思うんですよね。例えばお金を稼ぐプロと言えるのが会社で働いてる人です。でも実際にその会社の中で稼ぐことができる人って何人ぐらいいるんでしょうかね。多分会社の一部の人が稼ぐプロで、その人が作った仕組みに指示を受けて作業すると、全体としてお金が稼げる、もしくは稼げてない、でも契約通りにお金が支払われてるって形で入金があると思うんですよ。少なくとも先輩や上司を先生だとはなかなか思ってないんじゃないかなと思うんですよ。実際は先生なんですけどもね。でもどっちかっていうと、先輩や上司や社長がやってることは社員の自分に対してはものすごく負担のこととかね、嫌がらせをしてるとかパワハラだとか、そういう見方しかできてないんじゃないかなと思うんですよ。いや、お金をかけて人を採用して、で、辞めたくなるような指導をする人なんていないと思いますよ。平たく考えてね。もしいるとしたら、そういう会社を選んだのは誰ですかってことに返ってくるんですよ。で、やっぱりね、ちょっと話戻りますけども、こうやって大和くんはね、私がね、牧人打ってるのを見て真似するようになったんですよ。すごいでしょ。こうですよ。ね。でね、何が言いたいかっていうと、この子は別にこれからビジネスやね、カンフーを教えようとしなくても、身近に私がいるその姿を見ていったら、教わらなくても慣れていくと思うんですよね。こういうふうに、要するにお金を稼いだり体を鍛える環境が当たり前にあるわけですよ。で、私の家族になってない人っていうのは、速稼塾というお金を払った疑似的な家族になって、そこでやっぱり稼ぐ方法とかね、健康法とか思考法とかを身につけなくてはなかなかうまくいかないんじゃないかなと思うんですよ。これは偉そうに言ってるわけじゃなくて、私が頼んでね、弟子になってくれとかお金を払ってくれって言ってるわけじゃなくて、どちらかというとちょっと言い方気をつけないといけないんですけども、お金を払うから速稼塾に入れてくださいっていう形で来ていただいてるんですよね。で、なんでお金を払ったのかっていうと、なんで速稼塾に入ったかっていうと、私を儲けさせるためじゃないと思うんですよ。儲ける力を鍛えてくださいって言ってると思うんですよね。で、その中で例えば YouTube を使わずに顔出しをせずに稼ぎたいっていう希望は叶えられなくはないんですけども、例えばね、憲法で言ったら蹴り技一切なしに優勝したいっていうふうにね、言ってるようなもんなんですよ。相当だからパンチが強かったり、こう手技がね、長けていたりとかすれば別ですけども、何の特徴もない人が制限を自分に課して、これをせずにこれだけでとかね、空いた時間でとかね、片手間でとか言ってたら、それはなかなかね、ビジネスに全てをフルスイングで来る人もいるわけですから、叶わないんじゃないかと思うんですよ。これお前ちょっとうるせえぞね、賑やかでしょ。いつもこんな感じなんですよ。いや、私がね、いつも喋ってるから真似するんでしょうね、きっとね。だから環境遺伝してるんですよ、これは。食べるものとか、いつ起きていつ寝るかとかね、どんな服を着るのかとかっていうのもね、これ私が選ぶわけですからね。自然とちょっとね、攻撃的な服ばっかり着るようになったり、面構えもなかなかいいでしょ。ブッチという感じでね、速稼塾ってのはお客さんを募集してるわけではありません。
弟子として稽古代をいただいてるんですよね。いただいた稽古代でいわゆる塾生を鍛えるための原資を原資に使ってるわけですよ。言ってみればこれがだから塾生さんはお金を払って私に鍛えられるためいじめられるためのお金を払ってってことですよね。でもついてくる人は稼げるようになりますよ。でも私が何言ってもついてこない人とかいやそれはちょっとっていう人はじゃあ自分の判断になるんだったら稼げませんよと。稼げないばかりか損失出ますよって話ですよね。余剰資金でやれっていうのに借金で投資をしてみたりとかね。山田君こう取られてるから。はい、ということでですね、金を稼ぐ方法はちゃんと教わってそれを実行すれば金を稼げるようになるわけですよ。別に作業を丸コピーしろってわけじゃないですからね。商品作って集客をして発信をしてね、セールスをする、これ以外私もやってませんからね。同じことだけやればいいんですよ。3つですよ、3つしかやんないんですよ。だからいわゆる会社の仕事とか世の中のお金稼ぎがどれだけね、まあ無駄というかね、労働効率悪いかってことですよ。稼げないことも込みでやらないといけないでしょ。で、情報発信ビジネスはたった3点だけですから、商品作って集客して売る、これ以外はないんですよ。これをずっとやってるわけですよ。それ以外はやんなくていいんで。で、集客をするときにどんな切り口で集客できるかなっていうのは、パンを食べたって集客できるわけですからね。じゃあ飯食ってるところ動画であげれば、それが集客になってアクセスになって注文が入るって考えたら、24時間のうち切り取らなくてもいい瞬間でもうないんじゃないかなと思うんですよ。どっかで誰かを共感させますからね。ということで本日は以上です。